東京を中心とする地域の定義一覧では、東京の都市圏の範囲として、様々な都市計画や統計等で規定されている各種の定義を示す。詳細は、首都圏を参照東京の都市圏の範囲として、都市圏の広がりとともに、様々な都市計画や統計等で規定されている各種の定義を下記に示す。国勢調査や住宅、土地統計調査の結果で用いられる。 統計上の地域区分の一つ。大都市圏は1960年の国勢調査で初めて設定され、1975年の国勢調査以来の定義は、東京都特別区分及び政令指定都市からなる、中心市と中心市への15歳以上通勤、通学者数が、常住人口に占める割合が1.5%以上、かつ、中心市と連接している市町村、 およびこれらの市町村に囲まれている市町村からなる周辺市町村等を合わせた地域である。中心主導市が互いに近接している場合にはこれらを統合して一つの大都市圏として扱うため、東京周辺の大都市圏の中心市は、1975年から1990年の国勢調査においては、東京特別区部、横浜市、川崎市であり、1995年、 国勢調査以降はこれに、千葉市が二千五年国勢調査以降は、埼玉市が二千十年国勢調査以降は、相模原市が加わった。これに伴い、大都市圏の名称も、京浜大都市圏、京浜用大,大都市圏、関東大都市圏と変遷している。二千十五年国勢調査による関東大都市圏は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、山梨県、静岡県の1と8県にまたがる23特別区、132市55町5村で構成される。都市雇用圏における、東京都市県都市雇用圏による1都3県。都市雇用圏は、金本義継、徳岡和幸が考案した、雇用を基準とする都市圏の定義。規定の条件を満たす。 中心都市への通勤率が10%以上の市町村を郊外市町村とし、郊外市町村への通勤率が10%以上の市町村を2時以降の郊外市町村とする。都市雇用権の定義による東京都市圏を構成する市町村として1980年国勢調査の基準では東京都区部、横浜市、川崎市、千葉市、立川市を中心市と定めている。 その後、武蔵野市を含む。2000年代に入ると、都市の範囲はさらに郊外市町村へと広がり、2005年国勢調査には、埼玉県の旧大宮市と、旧浦和市、旧与野市の合併により誕生した埼玉市を、その後、厚木市を中心市として含む。2015年国勢調査の基準では、東京都区部、横浜市、川崎市、千葉市、立川市と、さらに、 武蔵野市、埼玉市、厚木市を含む、中心市に105市35町3村の、郊外市町村を合わせた範囲を、東京都市県とし人口は3530万3778人で、ある。詳しい範囲は、都市雇用圏に含まれる、市町村を参照。多極分散型国土形成促進法による区域。多極分散型国土形成促進法及び、 関連法令においては、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び、茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと、社会的経済的に一体である政令で定める、広域を、東京県と定義している。この東京県に含まれるのは、首都圏整備法上の規制市街地及び、近郊整備地帯と、これに加えて、同法上の都市開発区域のうち土浦市、 つくば市、熊谷市、深谷市などの区域である。規制市街地及び近郊整備地帯、首都圏整備法による1と7県。首都圏整備法及び関連法令においては、東京都及びこれと連接する数ような都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ都市の機能の維持及び増進を図る必要がある。市街地の区域を規制市街地、 規制市街地の近郊を近郊整備地帯と定義している。この規制市街地及び近郊整備地帯は国土交通省による地下関連の統計では東京圏と定義されている。また、全く同一の範囲が首都圏と呼ばれている場合もある。運輸大臣の諮問機関である運輸政策審議会は運輸政策審議会答申第18号において東京圏における 鉄道整備計画を提示している。この計画の対象地域は、東京都心部を中心とするおおむね半径5 0トルの範囲であった。なお、運輸政策審議会は2001年に廃止され、現在は交通政策審議会に役割を移管している。国勢調査では、東京都千代田区の旧東京都庁舎を中心点として、幅1 0トル刻みに、同心炎上の距離帯を設け、 それぞれの距離帯に含まれる市町村を単位として各種の集計を提示している。東京70キロ圏には埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のほぼ全域と茨城県の南部、栃木県、群馬県、山梨県の各一部が含まれる。大阪県や名古屋県も同様な距離圏の設定があり、各種の市役所を中心点とする50キロ圏を範囲としている。 これらとの比較の際には、東京でも50キロ圏を用いることがある。1と3県、南関東も参照国土交通省が作成している首都圏整備に関する年次報告では、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を東京圏と定義している。1と3県を東京圏とする定義は、簡便な定義であるため、各種の統計等でも採用されることが多い。 東京都知事本局が作成した首都圏における広域的課題の現状では東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1と3県の範囲を首都圏と呼んでいる。また内閣府の首都圏広域防災拠点整備協議会が作成した首都圏広域防災拠点整備基本構想は東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県の1と3県をその対象としている。 これらの文書で用いられている首都圏の範囲は首都圏白書における東京圏の範囲と全く同一である。このほか、1と3県を首都圏とする定義は各種の統計等においても数多く見られる。東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、埼玉市の1と3県を政令指定都市の知事、市長は 旧都県市首脳会議を開催している。この旧都県市首脳会議には、首都圏サミットの別名がある。以上の定義はいずれも、利根川以南の地域を指す。一都六県関東地方は一般に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の一都六県を指すが、統計等では、この一都六県を指して、首都圏と呼んでいる場合も見られる。 首都圏整備法及び同志高齢においては、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るための総合的な計画の策定対象となる区域として、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の1と7県を首都圏と定義している。国土交通省が毎年作成している。 首都圏白書で用いられている定義もこれと同じである。茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県の一都九県は関東甲信越地方とも呼ばれる。多くの観光庁や企業が地方支分部局や支社のブロックとして採用している。また、 NHK 総合テレビジョンのローカル放送局の一つである首都圏放送センターは、この1と9県を放送エリアとしている。そのため、特報首都圏などの番組は1と6県だけでなく、山梨県と長野県と新潟県に向けても放送されている。なお、番組によっては本来東海北陸地方に管轄されている静岡県で放送されるものもある。経済産業省では、 関東経済産業局の管轄範囲である、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の一都1と10県を指して、広域関東圏と称している。首都圏広域地方計画では、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、 新潟県、静岡県、福島県の1と11県を広域首都圏と定義している。JR 東日本のスイカにおける国勢調査、常住地による従業、通学市区町村別15歳以上就業者及び15歳以上通学者数に基づき、上記の都市雇用圏の定義による東京都市圏を構成する市町村を示す。 都市雇用券も参照首都圏整備法の定義による首都圏中心数の変遷通勤率が最も高い自治体は東京都狛江市の61.7%であり以下は通勤率上位20の自治体である。ありがとうございます。